この今、ね、いるメンバーだからこそできたこと、あとみんなの中で交わした思いだったり、どんなものが今思い出されますか？それぞれの役がそれぞれじゃないとできなかったと思っていて、で本当に今やたらとしてもですし、僕自身役者としてもやっぱり皆さんにすごく引っ張ってもらったし影響されたので、本当にこのメンバーでよかったなと思ってます。はい、これを聞いて高橋さんいかがでしょう？なんかその撮影現場でこの4人が一緒に集まることってなかったんですけど、こういうふうにプロモーションをたくさんさせていただいて、なんか本当に毎週のようになんか定期的にこうこの4人で集まってたんで、本当に最初の空気感よりも今の空気感の方がずっと良くて、でもなんかこの、まあ、距離感も近づいて仲良くなったからこそ、現場でのこうそれぞれの関係性がこう近すぎてなかったんですよ、僕らって。だからそこが本当に作品を見ると生きてるなと思いましたし、なんかそれぞれのキャラクターがこうそれぞれのキャラクターに思うことがあるからこそ、やっぱ現場でのお互いの立ち振る舞いとかちょっとした性格の部分とかがもしかしたら変わってたのかもしれないなって、こうプロモーションでご一緒させていただくたびに思いながら、でも今は本当にすごく安心できる人たちですし、なんか一緒に頑張ってこれて後悔者に一目入れてよかったなとは思ってます。なるほど。やっぱぜひキャストの皆さん聞きたい、これ板垣さんどうですか今のお話聞いて。え、板垣さん今のお話を聞いてこの4人だからできた。ごめんなさい油断してました。ごめんなさい、やっぱみんなに聞きたいなと思ってせっかくで。あ、聞いてますよ。そうですか、ごめんなさい、はい、いやでも本当にさっきふみやが言ってたように、やっぱ現場だったからこそちょっとそのお互いそれぞれのなんかやっぱりこう演じてるものをちょっと引っ張ってて残っててっていうところで、なんか性格だったり変わってる部分もあったのかなっていうのは本当にその通りだなと思いましたし、やっぱり自分自身もヨタスケっていうキャラクター演じてる中でどうしても人と距離をちょっと置いてる面もありましたし、だから本当にこうやってたくさんプロモーション4人でさせてもらえてすごく楽しかったです。うん、ありがとうございます。セットしばらくいきますよ。あ、安さんいい笑顔ですよ、安さん。ちょっと内を上げる感じですか。内をちょっと顔を上げる感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ徐々に、はい、じゃあこちらお願いします。左の方に行きましょう、キャスト監督から見て、はい、どんどん手上げてください。最後お願いします。はい、どんどん行きます。ありがとうございます。どんどん手上げていきますよ。はい、今手上げてください。はい、はい、いいですか。はい、ここまで行きました。いいですか。大丈夫ですか。じゃあ一番右の方から、はい、真ん中戻りましょう。いいですか。手挙げてください。目線欲しい方。先生の方手挙げてください。まず左の方を、はい、じゃあ右の方戻りましょう。右の方手挙げてください。では前田さんにマイクを渡しまして、皆さんに失礼しました。皆さんにマイクを渡しいたしまして、最後皆さんと一緒にこの夏の映画大ヒットを記念して、キャノン演出で締めたいと思います。私が申し上げます。一回練習しましょうか。前田さんのこの夏一番熱い映画は、この夏一番熱い映画、はい、この夏一番熱い映画で、全員キャストの皆さんと監督とお客様全員でブルーピリオドと言っていただきます。一回練習します。やってみましょうか。練習しましょうか。大丈夫ですか。山井さんやりましょう。掛け声練習で、この夏一番熱い映画、はい、いきます。はい、この夏一番熱い映画ブルーピリオド。もうちょっと元気な感じですね。ホントかな。あ、そうか、分かりました。喉やっちゃいますか。そうですか。じゃあ、いきますよ。じゃあ、一発本番でお願いします。この夏、一番熱い映画ブルーピリオド。I'm not
こと も書き出して自己啓発は僕にだけ夢と不確かな夜を待て夢と不確かな夜を待て